おい貴様、コーヒーキャンディーは好きか？やったぞ、ついにやったぞ。情けないね、飴玉とはまさに手も足も出なかろう。まあそう悲観するな、すぐに食ってやるさ。少しずつ少しずつゆっくり口の中で溶かして小さくなったところをガリッガリッ噛み砕いてやる。悪い、けど残念だったな、魔人ブー。何？いやそんなバカな。格好は変わったけど、どうやら強さの方は変わってないようだな。しめしめ、スピードも同じだ。けど手足がないとなんか調子が出ないな。さあどうする、お前の相手は世界一強い飴玉だぞ。ふざけるな、動けようが貴様は所詮飴玉に過ぎない。飴玉ごときに何ができる。いいのかな、そんなこと言っちゃって。それにヤバいんじゃないの、こんなに小さいと攻撃しにくいぜ。攻撃だと？そんなことをする必要どこにある。貴様を捕らえて口の中に放り込む、ただそれだけのことだ。そうなら遠慮なく行くぜ。だから言っただろう、強さは変わってないって。一休み。どうした？俺を捕まえて食べるんじゃなかったのか？怖いならこっちから行く！あらら、申し訳ない、あんまり食べたがってたから食べられてやろうと思ったのに突き抜けちゃったよ。どうする、もっとやろうか。